軽井沢に来ました。これからショッピングをしたりして楽しみます。買いました。パン屋さんで買ってきました。後で食べます。ホテルに着きました。雑貨屋さんで買ったものを紹介します。じゃーん、お米のお菓子です。この絵がおしゃれで可愛くて、あと味噌風の味って書いてあったので買ってみました。気になったので。可愛いね、おしゃれ。箱がおしゃれ、可愛い。紙が入ってる。体に優しいお米のお菓子。じゃーん、こういう感じです。かわいい。次は、じゃーん。アパートの形のキーホルダーです。木でかわいくて買いました。全部木でできててかわいい。最後は、じゃーん。クッキーかな。袋がすごいおしゃれでかわいい。じゃーん、かわいい。ジーンズみたいな感じになってる。ここもベルトみたいになってる。かわいい。この中にうさぎかクマのちっちゃいお人形が入ってるみたいです。楽しみ。開けてみます。お、じゃーん、クマでした。あ、ちっちゃい、かわいい。見て、キーホルダーにできるのかな。穴が開いてる。クッキーです。美味しそう。じゃーん、かわいい。雑貨屋さんで買ったものでした。お家に帰ってきました。買ってきたものを紹介します。まずはチョコレートファクトリーで買ったものを紹介します。じゃーん、チョコレートボールです。これは人気ナンバーワンだったので買いました。じゃーん、お、あ、種類だ。じゃーん、こんな感じ。おお、かわいい。これリンゴみたいです。これ、おお、すごい。いただきます。お、ほのかにリンゴの味がして美味しいです。ホワイトとブラウンの2種類があったけど、ブラウンを買いました。他にもビターとかキャラメルとかいちご、ブルーベリー、レモンです。あとリンゴね。ママどうぞ。ありがとう。ママには
キャラメル味あげました。キャラメルの味がして美味しいです。次紹介します。じゃーん、ラスクを買いました。じゃーん、チョコレートのラスクです。食べてみよう。おー、こういう感じ。いただきます。ベイクショコラなので、あんまり甘すぎずビターな感じです。次はスーパーの鶴屋さんのものを紹介します。じゃーん、小布施牛乳というところのもので、その商品を買ってきました。パッケージが可愛かったので買いました。他のやつも小布施牛乳のものです。じゃーん、ミルクまんじゅうと駅ブレッドです。とっても可愛いです。可愛い、ほら、あーすごい。甘くて美味しいです。うん、薄焼きでいいねこれ。うん、美味しい。とても美味しかったです。おすすめです。次、あ、なんかいい匂いする。こういう感じ。いただきます。美味しい。周りがサクサクしていて素朴な味で美味しいです。あ、袋がめっちゃ可愛い。ほらほら、可愛い。うん、ん、見て、何、あんこかな。待って、ここまで食べてみる。うん、美味しい。周りがすごいしっとりしててもっちりしてて美味しいです。白あんも美味しい、甘くて。これ好きです。あと、リンゴジュースも買いました。鶴屋さんでとても人気があるみたいなので、2つ買ってみました。飲んでみます。まずは、こっちから飲んでみます。じゃーん。あー、いい匂い。美味しい。自然な味で美味しいです。次はこっちのリンゴジュースを飲みます。うん、こっちも美味しい。こっちのリンゴジュースの方が甘みがあって好きです。濃く感じました。次はスーパーで買ったものを紹介します。本当はハルニレテラスとか人気のパン屋さんとかに行きたかったんですけど、すごい混んでて駐車場も満車で入れなかったので、このスーパーに行きました。じゃーん、ポテトチップスです。山賊焼き味です。長野県限定です。こんな感じ。うん、なんかニンニク効いてる。ニンニクが効いた唐揚げみたいで美味しいです。じゃーん、シャインマスカットのカントリーマームです。シャインマスカット味のカントリーマーム気になったので買ってみました。じゃーん、なんかホワイトチョコチップ入ってるのかな。おお、見て、緑色、シャインマスカット色。めっちゃ匂い、シャインマスカットだ。うん、シャインマスカットの味がとっても強いです。次はじゃーん、シャインマスカットのグミです。ダンボールの箱みたいです。開けます。おー、じゃーん、入ってた。なんだろう、うん、美味しい。なんかグミというよりはなんか
寒天みたいになってる断面が。グミと寒天の中間みたいで美味しいです。シャインマスカットの味もする。シャインマスカットに近いかも。美味しい。このグミ美味しくておすすめです。また見つけたら買いたいな。最後はじゃん、シャインマスカットゼリーです。もう美味しそうだね。いただきます。美味しいけどシャインマスカットの味はあんまり強くないです。お土産紹介でした。軽井沢旅行楽しかったです。バイバーイ。